ちまうぞ。なんだかよくわからない抑え込みが決まった伊藤藤子、必死に弓岡の腕を挟み込む。ああ、むちゃくちゃだ。あんな抑え込みすぐ返されてしまう。むちゃくちゃでもなんでもいい、絶対離すな。ダメ、藤子さん、腕が抜けたら逃げられちゃう。何がなんだかわからない。残り時間がなくなっちゃった。試合時間の4分はすでに経過しましたが、伊藤の抑え込みが続いている。そのまま試合は続行されます。藤川さん、しっかり、あと15秒。弓岡の腕が抜ける。やめて、おとなしくして、猪熊さんと一緒にユーゴスラビアに行かせて。もはやこれまでじゃ。あの体勢から縦手法に移行できればなんとかなるかもしれんが、ノッポの姉ちゃんには無理じゃ。そうよ、そこから縦手法よ。縦手法ってどうやるの。両足で相手の両腿を挟み込むの。無駄じゃって。早く早くしないと逃げられちゃう。はぁ、岡の腕が抜けた。あー、逃げる。やった、縦手法。四方じゃない、こりゃまた斜め四方だ。そんな技ありませんよ。よくあの体勢で抑え込んでますね。なんて柔らかい体なんだ。死んでも離すな。離すもんか。あと10秒よ藤子さん。しっかり。あと5秒。たった何回かかってただけで天狗になっちゃって、弱いくせに。そんなことないわ藤子さん。でも頑張る、あと一つだもん。あと一つ勝てば猪熊さんとユーゴスラビアだもん。頑張ろう藤子。しっかり藤子さん。世界選手権、一緒に西海大柔道部か。どうするつもりだ矢原さん。日刊エブリスポーツ、猪熊矢原獲得に押し売り旅行者が動き出したって聞きましてね。新聞屋さんにはかなわないな、さすが耳ざとい。いやいや、社長さんこそお目が高い。今猪熊やわらを獲得すればバルセロナへ向けてものすごい宣伝効果ですもんね社長。その通り、そのために柔道場を新設したんですからな。うちがいただきだよ。柔道場新設、そりゃすごい。猪熊やわらが勝ち続ける限り我が社も他社に一本勝ちというわけだよ。うまいな社長さん。何しろ猪熊矢原は我が社のイメージにぴったりですからね。さすが社長、感覚がお若い。アパレルメーカーの競争を勝ち抜くにはぜひともあの子が欲しい。なるほど、柔道着も似合う、うちの服も似合う、いいでしょうね。もちろん猪熊矢原にはバルセロナで金は取ってもらいます。ミニハウスさん、えらい自信ですね。私の夢なんだよ、我が社の人間が世界のヒノキ舞台で金メダルを取る。壮大なプロジェクトですね。その宣伝効果たるや。いや、想像を絶するね。結局君は利用されるだけだぞ。そんな、
私はただ普通に就職したいだけなんです。君がそう思ってても周りの人間は違う。どこの会社も君の柔道での勝利で宣伝効果を狙ってるだけだ。今となっちゃどこに行っても君には柔道がついてくる。今までのように柔道から逃げてはいられないんだ。もう普通の女の子じゃないんだ。どっかに就職して宣伝効果を上げるのも悪くない。再開大に編入して柔道一筋に生きるのもいい。だけどどっちにしたって君には柔道しかないんだ。私第一志望は旅行代理店なんです。自分の力で仕事したいって思ったんです。旅行代理店ならいろんな国も見たり知ったりできるし、ただそれだけで。だから猪熊次郎先生、ああ、鬱陶しい先生、どうか一つ柔らさんを我が鶴亀トラベルに、鶴亀だか鶴ハゲだか知らんが、柔らは就職なんぞせん。そこをなんとか、はい。柔らの進路はすでに決定済みじゃ。西海大学柔道部に。ごめんなさい、猪熊さんがそんなに就職したかったなんて。てっきり私西海大に行きたいんだと思って。ううん、気にしないで藤子さん。なんてバカなんだ俺は。大事な試合の前にあんな話を。これじゃ試合どころじゃない。社長、元気出してくださいよ社長。ああいいんだ、猪熊柔ら獲得なんて最初から無理だったんだ社長。ああ、お、猪熊さん。あ、鶴亀トラベルの。ありがとう猪熊さん、いい夢見させてもらいました。土台うちみたいなところがあんたを獲得できるはずありませんわな。真心の鶴亀、ここであんたに白状します。うちに柔道部があるなんて言ったのは全部嘘ですわ。柔道部も柔道場も何もありません。え、あんた受付に座ってニコッとするだけでお客さんがどーっと増える。そう思って嘘ついてました。申し訳ない。 あのそれじゃあ柔道頑張ってください。陰ながら応援させてもらいますよ。48キロ以下級の決勝戦を行います。柔らさん、ごめん俺が悪かった。決勝戦の前に夢を潰すようなことを言っちまって。だけど頼む、今は試合に専念してくれ。そうよ猪熊さん、今は何もかも忘れて決勝で勝って。ね、聞いた？受付カウンターに座ってくれって真心の鶴亀さんが。柔らさん、早く出番です。でも柔道部がないって。柔らさん、早く。あ、はい。頼む、試合に集中してくれ。はい。なんだ。さあ、ついに全日本体重別選手権各階級決勝戦が始まります。しかも最初から大一番、ワールドカップ金メダリスト猪熊柔らの登場です。対するは昨年度における今大会48キロ以下級の覇者、筑紫大大垣典子。ああ、アジサイ杯の時のジミだわ。大垣行け。はい。思えばアジサイ杯以来この日のためだけに生きてきた。猪熊柔らは研究し尽くした。猪熊柔ら敗れたり。計算どおり。
ちゃんにコテンパンにやられてムキになってる。バト負けちゃうよだ。さっきの笑顔、何かある。第二レイ。何よ、どうしたのよ松田さん。あの時と同じだ。東堂幸相手のデビュー戦でわざと負ける時も穴晴れ晴れとした顔してた。山田さん、どうしたんですか松田さん。どうしたもこうしたもない、山田さん負ける気だ。はじめ。就職しても進学しても柔道は付きまとってくるなんて言っちまって。マサ、普通の女の子じゃないなんて言っちまって、ごめん、全部取り消すから。柔道をやめるなんてバカな考えはやめろ。そうだ、足技だ。背負わせるな。この後こっちには秘密兵器があるんだ。背負ってきたら跳ね返せ。よしよし、そうやって秘密兵器を出すタイミングを測れ。これもあの時と同じだ。一生懸命戦うふりをしてるだけだ。戦うふりをしてるだけ。え、今だ、秘密兵器。やめろ。間に合うかもしれない。猪熊さん、すごい一本背負いでしたね。今いよいよ世界選手権ですが。すいません、どいてください。あ、猪熊さん、ちょっと勝ちましたね。一体どうしたのかしら。わからん。石倉監督、残念でしたね。秘密兵器とおっしゃってましたが、一体どんな。いろんなのが用意してあったんだよ。いろんなのが。なのに何もしないうちにあんなすごい一本背を食らっちまうなんて。行っちゃった。山田さん、山田さん、どうしたんだ。何がどうなったんだ。松田さん。あ、はい。行こう。今度は藤子さんの決勝よ。え、決心しよったな。ジゴロウさん、今の一本背負いのキレといい、今の晴れ晴れとした表情といい、柔らの道一筋に進むことを決心しよったな。ということは、天下晴れて最下位大編入じゃ。ブワッハッハッハ。社長、よろしいんですか。このまま帰っちゃって。猪熊やわら、勝ちましたかね。カレーだと。勝ちました、カレーだと。いや、その、人を見る目のないやつだ。それでよく人事課が務まるな。社長、こうして両のまぶたを閉じてみ。あれ、来た来た来た。見えないのか、ダーンと。それにしてももったいない。せっかく向こうから入社試験受けてきたのに。仕方あるまい。柔道部もない我が社にあの子が来ても宝の持ち腐れになるだけ。あの子はな、あの猪熊やわら最下位大に進学し、世界を制するスーパースターになるんだぞ。
でも本当に進学しますかね。まさか突然押し売り旅行者に引き抜かれてなんてことに。やわらちゃんは嘘などつかん。しかし再開大編入って言ったのはあのじいさんで、猪熊本人は何にも。あんないい娘さんがおじいさんの意志に背くわけなかろう。社長本当彼女にお熱ですね。折れちゃったんですね。わかるな。何番言いとけた。私はただああいう孫がいたらなと思っただけだ。社長耳まで真っ赤ですよ。こいつやらしか男じゃねえ。もう申し訳ありません。社長いい子でしたね。就職して柔道宣伝に利用されるより君と再会で行くと決心したんだろう。猪熊さん、藤子さん出番よ。ただいまより61キロ以下級決勝戦を行います。しっかり藤子さん焦っちゃダメよ。よく見て。分かってる。 あと一つよね。うん、あと一つで世界選手権。そうよ、あと一つよ藤子。あと一つ勝てばユーゴスラビアよ。さあついにここまで来てしまった伊藤藤子、全日本体重別選手権61キロ以下級の決勝が始まります。一体誰がこの快挙を予想したでありましょう。デビューして2度目の大会、しかも白帯の伊藤が今この決勝の場に立っています。しかし対するはあの大林孝代、福岡国際優勝、全日本学生大会優勝、ワールドカップでは惜しくも僅差で判定負けしたものの、その力量には定評があります。いかに伊藤藤子といえど大林とは力量の差がありすぎるんじゃありませんか。しかし伊藤藤子の試合です。何が起こるか分かりませんよ。ですよね先生。その通り。あ、また出た。アナウンサーの兄ちゃん、いかに相手が強かろうと必ず勝てる方法を教えてやろうか。方法？それは？わしに柔道を教わるのじゃ。互いに礼。猪熊さん、私ついていく。石にかじりついてでもあなたについていくわ。はじめ。石にかじりついてでも、石にかじりついてでも。あら、あら、場外、伊藤をうまくこらえました。しかしさすがに大林相手では今までのようにはいかない様子です。こうやって、こう、こうやって、こう、藤子さん、肩の力抜いてリラックスリラックス。足技に気をつけて。始め。どうし。あれ、やっぱりなんか変よ。なんか迫力ないな藤子さん。リラックスしてるんですよね、やわらさん。でもなんか変。あら、先生左じゃーなー。左じゃ。あ、いや、これは右手だと思うんですが。左じゃと言っとるのがわからんのか。まさか、藤子さん、左の相手と試合したことなかったのよ。見て、相手に合わせて左で組んじゃってる。だからわけわかんなくなっちゃったのよ。藤子さん、右手で襟。
全然持たせてもらえない。風祭り、なんでそんなこと教えとかなかったんだ。時間がなかったんですよ。あれ